勝負の行方。霊魂となりこの世をさまよう弓取り打ち常クロードと手を結び光の弓を授けた。船乗りを打ち倒し、クロードは船を沖へと走らせる。中に消えていた。するとクロードを足止めしようと別の船が追いついた。クロードめがけて
容赦なく火の矢の雨を降らせる。光の弓がクロードの名を呼んだ。クロードは弓を携え敵の勢に果敢に挑む。戦いを挑む資料兵はもういないようだ。クロードが目指すのは残る資料兵の水軍、そして隊長スクバター。クロードが降り立ったのは海賊たちの隠れ家。近辺の海賊たちがスクバタールに仕えるためこの地に集まっていた。スクバタールが対馬を制した暁には金銀財宝と住処を約束したのだ。
を浴びよう。イオの分身から底知れぬ力が溢れていることをクロードは感じ取っていた。
操られていた資料兵は成仏し、対馬から離れていく。クロードは勝利の喜びをかみしめたが、イオとの決戦が迫っていることは明らかであった。クロードが残った。